アッペルドールンはオランダのヘルダーラント州にある基礎自治体。16世紀より製紙産業が盛んでオランダ王室の元となったオラニエナッサオ家の夏の利休であるヘッドロー宮殿があることでも有名である。現存する歴史資料でこの街の名が初めて登場するのは792年のことで当時はアップルドロという名前の街であった。 アメルスフォールトとデーフェンターを結ぶ道とアーネムとズボレを結ぶ道が交差するところにできた集落が元だと言われている。1740年に作られた地図ではアップルドルンとも表記されていた。16世紀に製紙産業がこの地に立地して以降、町は徐々に発展していった。後のオランダ王室の元となったオラニエナッサウケが300年間にわたって、 夏の利休として利用したヘッドロー宮殿の建設が、この町の近郊で始まったのが1684年のことである。当時はヘルダーラントの公爵の狩猟小屋として建設が始まったが、後にオランダ総督ウィレム3世の所有となった。1868年には、アイセル川を分流する、形のアペルドールン運河が開通した。19世紀及び、 第二次世界大戦後に都市開発が行われるまではそれほど大きな街ではなかったが現在ではオランダ東部で多くの就労人口を要する代表的な街となっている。アペルドールン基礎自治体には次の地区がある高速道路 A1、A50 が自治体を通過している。オランダ鉄道、アペルドールン駅からの主な列車は ユトレヒト経由ロッテルダム中央駅行きインターシティが1時間に1本、アムステルダム中央駅行きインターシティが1時間に1本、アムステルダム南駅経由スキポール空港駅行きが1時間に1本運行されている。また、国際列車としてベルリンなどドイツ方面へのインターシティが1日に7本運行されている。なお、アムステルダム中央駅までの所要時間は1時間5分である。 ありがとうございます。